セクション 59-02 19世紀の絵画、ナポレオン一世に仕えた宮廷画家は古典主義ダビド。 OK。 サン・ベルナール峠を越えるナポレオン、作者名はダビド。ダビド。ナポレオンの戴冠式の作者名はダビド。これもダビド。ダビドの弟子で古典主義絵画の完成者はアングル大切アングル君。 OK。 アングル。グランド・ライスク、作者はアングル。アングル。オスマン帝国のハーレムを描いたアングル。オスマン帝国のギリシャ弾圧を伝えたフランスロマン派の代表的画家はタレーランの子供のドラクロワ。OK。 タレーランの隠し子ドラクロワ。ロマン派の画家といえばドラクロワしかいない。作品名、作者はキオス島の虐殺でドラクロワ。OK。 キオス島の虐殺、もしくはシオの虐殺でドラクロワ。これはどうぞ。民衆を導く自由の女神でドラクロワ。OK。 民衆を導く自由の女神ドラクロワ。農民の姿を描いたフランスの自然主義画家は拾いたがるミレー。おお、ミレー。作品名、作者は落ち穂拾いでミレー。 OK。 落ち穂拾い、ミレー。フランスの貧しい農民を描いた。これは晩鐘ミレー。 OK。 晩鐘ミレー。フランスの農民は敬虔なカトリック教徒。パリコミューンに関係して投獄されたフランスの写実主義画家は写実主義のクールベ。クールベ。私は天使を描かない。石割り、作者名は石を割るクールベ。 OK。 クールベ。19世紀後半にフランスに現れた直接的な印象を表現しようとした一派はそのまま印象派。まま印象派ですね。フランス前期印象派の代表的画家4人。マネ、モネ、ルノワールドが。 OK。 マネ、モネ、ルノワールドが。素晴らしい。笛吹く少年。マネ。マネ。背景が全くない少年しか見えない、少年の印象しかないマネ。自然画が得意なフランス印象派の巨匠はマネの真似したモネ。 OK。 モネ。印象日の出、作者はモネ。モネ。睡蓮、作者は光を描くモネ。モネ。自然大好きモネ。人物画が得意なフランス印象派の画家はルノワール。ルノワール。ムーランドラ・ギャレット、作者はルノワール。ルノワール。東京によくある喫茶店はルノワール。ルノワール。動作を瞬間的に捉えた作品を描いたフランス印象派の画家はドガ。ドガ。エトワール。作者はドガ。ドガ。リンゴの籠のある生物。セザンヌ。セザンヌ。後期印象派セザンヌ。文明社会を批判した後期印象派の代表的画家はゴーギャン。ゴーギャン。タヒチの女。作者は文明批判のゴーギャン。OK。 ゴーガン、ゴーギャン。強烈な色彩とタッチが特徴の後期印象派の代表的画家はちょっとやばいゴッホ。ゴッホ。自分の耳を切り落として送るゴッホ。ひまわり。作者はゴッホ。ゴッホ。全問正解よ。